バートールド・ゲオルク・ニーボー・バルトホルト・ゲオルク・ニーブールは、コッペンハーゲン生まれのドイツの古代史を専門とする歴史家、近代歴史学のその一人と言われる。ローマ史の神話、伝承などの資料を徹底的に批判し、客観的に叙述したローマ史を表した。彼の手法は、同時大臣であり、近代歴史学を確立したランケにも多大な影響を与えたと言われている。 バルトホルト・ゲオルク・ニーブールは、有名な、オリエント学者カールステン・ニーブールの実に、才能豊かな息子で、まず、キール大学で数学機学んだ後、学業を中断、デンマークの国家公務員として働いた。1801年彼は、キール大学の教授に就任するようにとの招聘を受ける、この申し出の極めて異例とも言えるのは、彼がわずか25歳の若さだったということよりも、 彼が大学を卒業してさえいなかったという事実である。ニーブールは、その後1806年ベルリンでプロイセンの国の職務に就くことになる。1810年から彼は新しく開校したベルリンのフンボルト大学で歴史学の講義を担当することになる。また1816年から1823年は、ローマ教皇庁でプロイセンの大使を務め、 1825年からは、ボン大学の教授の職にあった。ニーブールは、子供時代から早くもその群を抜く語学力で注目を集めた。彼は、全くの独学で様々な、均等の言語を身につけ、キトスリオユスと取り組みつつ古代ローマ史を研究する、文献学的批判的な歴史学の礎を築いた一人となったのである。彼の推論は、結局のところ、 ニッコロ・マキャベリのティトゥスリウィウスの最初の10巻についての論考の資料批判に反対するものではないが、往々にしてその成果は決して十分なものとは言えなかった。むしろ、マキャベリの方がニーブールに対して文はあると見られている。ニーブールはことが過去の再構築ということになると彼が言うところの予言にあまりにも頼りがちという指摘もある。ともあれ、 ニーブールがその方法論や方法論的な分野で着手したものは新しい古典文献学に誕生につながっていく、画期的な前人未踏の道を切り開くことになったということは評価される。ティトゥスリウイウスやその他の著述家の文献批判についていささか評価しにくい推論を引き出しているものの少なからざる古典文献学者や古代史家たちがニーブールを転居として引用している。 カール・オトフリート、ミュラー、テオドール・モブゼン、ヤコブ・ブルクハルト、もちろん、レオポルト・フォン・ランケや、ヨハング・グスタフ・ドロイゼンのような人たちもここに名を挙げても、良いだろう。歴史主義の発展は、間違いもなく、ランケから始まったものであるが、それは少なからず、ニーブールとの関係性なしには語り得ないのである。ボンの旧墓地にある、ニーブール夫妻の墓妃いずれにせよ、歴史学が、哲学、 文献学、法学、そして政治学といった隣接分野から独自の学問領域として対等し、独立した学術領域として認められるに至るには、ニーブールの功績は大きかったとされる。彼がまず第一線において、政治家たるべきか、それとも歴史家となるべきか一時春遵せざるを得なかったということは、彼にあまり友人ができなかったという厄介で、 巨心に富んだ性格のなせるる。技であるただだからといって、それが彼が後世の歴史に与えた意義を損なうものではない。ありがとうございます。